いや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 、僕も日常生活で着ているから、みんな日常生活のより良くするために着よう。はい、皆さんどうもこんにちは、大田芳恵です。ご視聴どうもありがとうございます。本日はパタゴニアのレビューじゃないんですけれども、パタゴニアの、ウェアに絡めたお箸の方をしていきたいなと思います。突然ですが、皆さんは、登山とかアウトドアしますか？僕はですね、登山は半年から1年に1回ぐらいで、ランニングだったりとかサイクリングっていう、スポーツの方は結構な頻度で行うんですけれども、パタゴニアの服を着ているのはこういったスポーツをするからではなく、日常生活を快適に過ごすために僕は着ております。なんかこのレビューを、行っている中で伝えといた方がいいのかなって思ったので、今日ちょっと動画撮らせていただきました。山に行かなくてもパタゴニアの服着ていいんですよっていうところです。これはパタゴニアのウェアっていうか、アウトドアウェアなんですけれども、アウトドアウェアは、日常生活よりも厳しい環境のところで着るものになるので、普通の日常の服よりもハイスペックなものであるのは、イメージできるかと思います。冬は非常に軽くて暖かいので、すごい動きやすいですね。そして洗濯をしてからの乾くのが早い。でこれは夏も同様に非常に軽くて、風通しもよく涼しくて、もう洗濯なんて一瞬で乾いてしまうっていうところで、アウトドアだけではなく、日常で着ることによっても非常に大きな恩恵を受けることができるんですね。生活の質、クオリティオブライフなんても言ったりするんですけど、こういったものを非常に豊かに上げてくれるアイテムになると僕は思っております。こんなねものをアウトドアでしか着ないなんて逆にもったいないって思うんですよね。でなんかハイスペックなものって男のロマン的なところもありますよね。僕みたいなね、冬は非常に寒がり、夏は非常に暑がりっていうね、わがままで生命力の低い動物にもぴったりなアイテムです。なので今の、お話であれば、別になんかパタゴニアじゃなくてもアウトドアウェアであれば僕はなんかいいなと思うんですよ。その中から自分が、好きなブランドを、選べば、さっきお話しした通りの、快適性っていうものは得られると思うんですね。僕はその中でもパタゴニアがすごい好きだからこれを選んでいるっていうところですね。どんなところがいいかっていうと、アウトドアウェア感がそこまで、強くないものも、出しているっていうところが、一つですね。一つフリースっていうのをとっても、なんか本当のガチガチで、山で着る用のフリースっていうものも、もちろんパタゴニアでもあるんだけれども、今着ているようなこういうシンチラっていう、街で着てもすごいなんか可愛いなっていう、ものを出していたり、こういうダウンベストも山で着てももちろん OK だし、街で着ても全然いけるような、よりなんかカジュアルなスタイルに近いなっていうものが結構多く出ていると思います。これは個人の主観なので、人それぞれだと思うんですけれども、であとはリペアサービスというものが、あったりとか、購入するなっていうキャッチフレーズを出したりとかね、このリペアのことに関しても僕結構お世話になっているものがあるので、ちょっと別の動画でもね、お話ししたいなって思うんですけれども、このウェア自体もそうだし、それに対するこの考え方も僕はすごい好きなんですね。なので、パタゴニアを着ている。このパタゴニアの魅力っていうものに関してはちょっとまた話が少しずつ逸れてきてるので、また別のところでお話ししていきたいと思います。今回はアウトドアのアクティビティを、しなくてもパタゴニアのウェア着たっていいじゃん、山とか海とかに行かなくたってアウトドアウェア着た方がいいじゃん、その方が、快適だよ、着ようよっていうところの、お話でした。
なんか部屋にサーフボードの板を飾っていたりとか、サーフブランドのウェアを着ているんだけれどもサーフィンしない人のことを、まあ、なんか丘サーファーっていうようなね、少しなんかこうバカにしたような表現って、あると思うんですけれども、まあ、なんか別に丘アウトドアな人になったっていいじゃん、別に毎日が快適なんだからっていうところですね。なんかそういうのね、僕がすごいアウトドアで山とかにこもったりしているからパタゴニアのウェアを着ていてそれを紹介しているって思われるのってちょっと嫌だなと思って、そうするとなんかねこう山に行く人じゃないと、着ないのみたいな感じになっちゃうから、いや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 、僕も日常生活で着ているからみんな日常生活のより良くするために着ようよっていうなのを伝えたかったんです、はい。こちらの、チャンネルではこういった、まあ、パタゴニアの製品に関することの話であったりとか、僕の日常生活のところで見つけた、うわこれめちゃめちゃいい、みんなに勧めたいっていうものの、レビューだったりとかビログとかを発信しておりますので、あ、なんかちょっと考え方似てるかもな、好みが合うなっていう方がいらっしゃったらですね、チャンネル登録していただければと思います。またなんかねこのコメント欄とかで、そういったトークとかもねしていけたら楽しいなって思いますので、どうかお気軽にコメントくださいませ。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あうまく伝わったかな、ちょっと心配ね。よく喋る割にはあんまり話すのが得意じゃないからね、心配